はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。11時半回りましたね。まだ雨降ってますよ。5月21日の土曜日でございまして、ヤフーニュースにこういうの出てますね。10時10分配信ですから1時間半ぐらい前ですね。北朝鮮コロナ危機、金正恩氏が建国以来の大動乱といった理由は農村を見ればわかると、いうことで、北朝鮮で9日田植えが始まった。北朝鮮の農村は電気も水道もガスもなく、日本の江戸時代やそんな明治時代か電気も水道もガスもなく半世紀も遅れた姿のままだ。100年ちゃうの、半世紀ちゃうちゃう、100年や。新型コロナウイルスの発生でロックダウンも始まり、得意の人海戦術も使えなくなった。これはね、グローバルワンというところからのニュースですね。で、まあ、いろいろ書いてあります。田植え戦闘って、都市や軍などから支援する人々が農村部に送られる。田植えってね、北朝鮮ではまだ人力でやってるんですよ。こうやって一個一個こうやって植えてくるんですよ。で、日本の田植えで人力でやってるなんてね、多分ね、皇居の中のね、田んぼだけですよ。皇居の中の田んぼはね、昭和天皇がですね、まあ、ここやったはったわけですよ。で、そんな、多分そんなんで、きっとね、6畳ぐらいのところやと思うんでね、6畳もうちょっとあるのかな。まあ、言ってみれば10畳ぐらいのところでしょ。それ、そういうね、こう、牧歌的なね、趣味で田植えをしてるところはそうやるかもわかりませんけども、日本の米は基本的に田植え機でガン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 ってやっていくわけですね。ところが今年はこれができない。コロナの発生だと。まあ、飛ばしましょう。朝鮮中央通信は12日、平壌の団体で8日、新型コロナウイルスのオミクロン株に感染した人が確認されたと報道。19日には18日午後6時までの全国的な総数は発熱者197万8230人余りと伝えた。これが何を意味するのか。韓国政府関係者は全国に検査キットが行き渡っていないという意味だと語る。検査キットがないからね、陽性者というに言えないわけですね。発熱者というわけですね。この関係者によれば、北朝鮮が現時点で確保している新型コロナの検査キットは5万から10万回分程度だという。同時に3000人前後とされる平壌の党や軍、政府幹部が半年間ほど検査を受けられる体制を作っているため、地方の一般市民が検査を受ける体制ができていない。だから発熱したらお前隔離ってなるわけですね。ソウルの NGO 関係者も、北朝鮮が過去2年実施した検査は約10万回、欧州各国の1日あたりの検査能力の3分の1に過ぎないと語る。日本の場合も5月現在1日40万回以上の検査能力がある。ちょっと前にね、日本で PCR 検査無料とかいうなんか ありましたね。海馬町の駅で配ってました。 PCR 検査無料でしますって。僕 PCR 検査を受けたこともないし、ワクチンも打ってません。でもこのね、2年半ほど風邪ひいてません。なんでやろうみたいな。何にも怖ないですよ。マスクして電車乗ってますけど、人とも会いますし、たまには飲みにも行きますけども、全然怖くないですね。なんでやろう。平壌で感染した人が確認されたのは、検査を受けられる身分の人まで感染したということを意味する。北朝鮮が感染者でなく発熱者で計算しているのは、全体を検査できない事情があるからだ。でね、このあとね、北朝鮮の農村がどうなってるかという話が出てるんですね。農業問題に詳しい脱北者によれば、盗作には田植えから100日程度かかる。まあ、田植えしてから100日後ぐらいに収穫できるということですね。北朝鮮では9月半ばから急速に気温が下がるため、6月初めに田植えを終える必要がある。もっと早いをするべきちゃうの。だがコロナの影響で田植え戦闘の動員率が 30% 程度に落ち、
5月20日現在でも田植えを終えた場所は全体の3、4割にとどまっている。あかんやん。7月初めまで田植えが終わらないという話も聞く。今年の米の生産に大きな影響が出そうだと語る。古い話ですけど、1945年まで朝鮮半島は全体日本の統治下にありました。その時に南ではよく米を取れたんですけど、北はあんまり米取れないんですね。実は気候の影響でですね、あんまり米を取るにはですね、ふさわしくない気候なんですよ。だからそもそもあんまり米取れないんですね、北というのは。しかし南北に分かれてしまったんで仕方がないからですね、北でもですね米を取るようにしてるわけです。だからやっぱりお米食べたいでしょみんな。ところがちょっとこう寒冷な、季節になった、寒冷な年になったりするといわゆる例外というのがありますね。日本でもね、東北地方で米が取れずにですね飢えに苦しむというのが、あれが今でも常態化してるんですよ北ではね。だから米なんかめんどくさいもん作らんと、トウモロコシとかジャガイモ作ろうぜというのをですね、キム・ジョン・イルさん、今のジョンウン君のお父ちゃんですね、の時代にはやってました。じゃがいもとかね、トウモロコシっていうのは痩せた土地でもまあまあ育つし、手入れがいらんわけですね。水田は常にその水を張っておく必要がありますけども、別にその水を張る必要はないわけです。で、そんなにね土地が痩せてるんで業産も取れないんですけども、まあまあの収穫はあるというんで、じゃがいもとトウモロコシを推奨したんですが、やっぱり米もやっぱりやってるんですね。ちょっと飛ばしまして、ここ行きましょうか。南北関係を長く担当した韓国政府元高官は十数年前、北朝鮮の農村を訪れた。舗装された道路はなく、田畑には雑草が多い茂っていた。農作業は主に女性がやり、男性は監督など楽な仕事に就いていた。家屋には壁紙はなく、むき出しの土壁の中に住んでいた。土間に木の枝などで煮炊きする窯があった。水道はなく、水は近くの井戸や川から汲んで使っていた。これ江戸時代や日本の。北朝鮮の農業事情に詳しい脱北者は、朝鮮の農村はキム・イルソン時代の改革で多少マシになったが、それでも1960年代の韓国くらいの生活水準だろうと語る。電気は水力発電が使える夏には1日1時間ほど通電するが、冬場は通じないという。冬場って水力発電使えない、凍るんですかね。白黒テレビくらいなら北朝鮮の農村にもあるが、電気が来ないから使えない。農民たちの夢は自由にテレビを見ることだと語る。自由にテレビを見ることだと。本当に牧歌的ですね。北朝鮮では1990年代後半から市場が盛んになったが、市場ってのはみんながこう自分の持ってるものを持ち寄ってそれを現金に変えたり交換したりするんですね。愛の不時着にも出てましたね。大体何でもありましたねあそこね。農村部にはほとんどない。豚や鶏など、鶏ですね、鶏など飼わない限り肉類を食べることも難しい。脱北者は旧正月や旧盆といった名節に食べるくらいだと話す。機械化も遅れているため肉体労働の比率が高い。北朝鮮のトラクターは1990年代に開発された28馬力の千里馬、これは向こう語でチョンリマというそうです。燃料や備品が足りず十分な働きができていない。まあ以下書いてあります。しかしね、1946年にはですね、キム・イルソンという今のジョンクのおじいちゃんがですね、ソ連からやってきて、北朝鮮を作ったんですが、最初の頃はちょっとだけ良かったんですけども、あとはもう本当にもう疲弊するばっかりですね。そんな人力でね田植えしてるっていうのは、今世界広しといても北朝鮮ぐらいちゃうんですかね。しかも痩せた土地で気候が寒冷、よくもね2000万以上の人口をあそこで養ってるなと思いますね。
日本統治が終わった1945年ぐらい、確か3000万ちょいしか人口がいなかったと思うんですね、朝鮮半島。それが今、北で2000万、南で5000万という、まあ大まかにですね。ね、いや、よほど食料は足りないと思いますよ。南でも食料は輸入してるんちゃうんですかね。米は できますけどね、南の方がたくさん。北は輸入してるんちゃう。北もね、食料援助をずっと受けてたんですけど、まあここのところコロナでですね、中国からのそういうのも働いてますからね。はい、ということで、貼りませんこれちょっと貼りませんね。ヤフーニュースでございまして、北朝鮮コロナ危機、キム・ジョンウン氏が建国以来の大動乱といった理由は農村を見ればわかるという記事を元にお話をさせていただきました。はい、皆さんどうもありがとうございます。